こんばんは、フロー農園です。先日この加古川市北部にてハグロトンボを見つけました。最初僕ね、ウツバカゲロウやと思ったら、まさかの調べたらハグロトンボ。しかもハグロトンボとは羽が黒で、尻尾も黒なんですよ。で、その生態を、まあ、皆さんググってもらったら分かるんですけど、ハグロトンボは珍しいトンボらしくて、そのトンボを見つけたら幸せになれると言われております。ぜひぜひぜひ皆さん、加古川市北部で探してみてください。写真撮りたかった撮りたかった撮りたかった。本日ちょっとね、現地の関係上10分ぐらいになるかな。ついに来ました。さて、いるかな。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 先ほどこちらの方で見かけたんですが。先ほど僕が捕まえたやつがまだでき始めかな。この頭タクシーいるじゃないですか。ついに本日足つきのおたまじゃくしを見つけました。本当にめちゃくちゃ可愛かったんですよ。今までもこのでかいサイズをお見かけるたびにも発狂し続けてたんですけど、ようやく本日足つきのおたまがいるいない。どうだろう。ただ僕の電池残量が帰る。今日見つけたやつがあれかな、最後かな。もしかしたらの可能性が大いにありそうです。では電池残量も残り少ないということで、本日の枝豆、雨がねちょっと弱いんか分かんないですけどね、今日収穫したんが2個くらいかな。これはちょっとね、あんまり下についたやつはちょっと衛生面的によろしくないんで。ただこの花がついてるやつは次の日にはこの大きさなんですよ。で、この状態で明日、まあ
この状態で4日目ぐらいで、お、A の折った、A のこれぐらい、これぐらいの大きさ、これぐらいの大きさのやつを皆さん持って帰るとか選んでくださいね。よしよし、これまだ赤ちゃんです。これ明日、明日、明日食べ頃、明日食べ頃。よっしゃ、で、こちらがもう本当に花の数、花の数数えてもらって、あ、3日後に取る、こういうか、4日後に取るに、こういうかなみたいな。よっしゃ、今日とある女の子に長靴の中水入れられた、水入れられた。もうその子久しく見てなかったから、もうやんでも学校行ってないんじゃないかってずっと思ってたんだ。よかったよかった。ほら、もう花がここに3つ、3つ、2つ、2つ、3つ。タッチュー、これなんか大きいな、大きいな。あ、もう花が散った後なんで、もう間もなく実が、ここも3つということは、もう皆さん分かります、来週にはいっぱいできるっていう。よいしょ、あ、ここ4つある、ここ4つ花ある。今日は僕朝から何だっけ、ここは総合町長のフラワーパートラー行って、過去のそら幼稚園かな、幼稚園の子らと一緒に花を植えて、あ、花植え替えかなをして、その後ここは市役所行って、例のジャンボタニシの県で農業委員会、教育福祉課、あともう一個何だっけな、あともう一個あれっすわ、社会教育課に来年度設立される公民館、多分兵庫県初、日本初分かんないですけど、学校の中に公民館があるっていうスーパーレアパターンで、その中にミニ図書館と誰でも使える自習室を作ってくださいと、もう涙流しながら伝えに来ました。なんかすっごいトラクター通った、あれ超高いやつ、あ、でも1000万ぐらいするんちゃうかな、僕家に多分ね、うわ、なんかねじっとんやん、ここねじっとんやん、これ気のせいかな、多分なんか別雨の時の雨がここについとったんちゃうかな。わーお、後でやろう、おかげで今日僕寝てないです。で、市役所が帰ってきて、この近隣の農業界の一番偉い人とお話しさせていただき、この道まっすぐ行ったところにミトロソあるんですよ、ミトロフルーツパーク。そこの近くで農業されている方で、その方鶏飼ってました。鶏飼ってた、で、鶏ください言ったら、好きなだけ持って帰って言われました。これ期待大期
ちゃいたい。まさかの、まさかの鶏を飼うんじゃなくて鶏もらえる時代っていう。びっくり。久しぶりに僕鶏のヒナ見ました。しかもあの多分ヒナ多分生後30日後ぐらいかな。全長30センチぐらい。可愛かった。なんかノッポやった。ノッポやった。うんうん。だからここに、ここに今もう支柱あるんで、支柱があるんで、あと網さえ用意できれば鶏を、うん、もう餌はもうなんかいっぱい巣の中いるし、うんうん、あとは餌箱も用意せなあかんねや、うん、餌箱はあの男の子に、うん、作ってもらおう、うんうん、わちょっといろいろ用意せなあかんねんな。うわ今6月だから8月までには作りたいな。うん、8月までに YouTube ええ感じに回らんかな。頑張ろう、うん、頑張ろう。インスタグラム頑張ろう、うん、インスタグラム頑張ろう。てな感じでちょっと電池残量がちょっとピー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 言うてるから、本日の動画を終了いたします。久しぶりになんかレアな女の子来た、うんうん、もう見た瞬間おおレアキャラって言うてもらった。最近の女の子はお友達が好きなのかな、うん、よく分かれてな感じで今日の長靴シリーズです。ご視聴いただきありがとうございました。苦労の縁の亮太です。では失礼いたします。レッスー。